イオンスーパーセンター、横手南店は、秋田県横手市大技ふけおつつみにある、イオンスーパーセンターが運営をしている、ショッピングセンター。横手駅前にあった、宇ご交通ビルの各店舗として営業していた、ジャスコ横手店が、ジャスコとして思った通りの売り場作りができないことや、駐車場の問題などから、ジャスコが新たな出店場所として、横手市大技ふけおつつみの農地に出店を表明。 しかし、隣接する農地に当時競合関係にあったマイカル東北も出店を表明し、ジャスコとマイカル東北にて激しい地権者争奪戦となった。1997年4月25日にマイカル東北が横手酒をオープン。約1年遅れて、翌年10月にジャスコ横手南店を各店舗とする新横手ショッピングセンターもオープンした。 ジャスコとサティが隣接する全国でも唯一の店舗として、また、激しい両者の知見者争奪戦のため、ジャスコ側にマイカル東北の取得した土地が点在する異例な状態でのオープンとなった。ジャスコは、サティとの差別化を図るため食品売り場、特に水産に力を入れ、秋田県内でのジャスコでは、初となる水産売り場での対面販売を実施するとともに、 オープン1年間は商品部水産担当従業員が常駐し、秋田県内の卸売業者からの仕入れだけではなく、岩手県からの水産商品のルート確率などを測った。2001年9月にマイカルが経営破綻し、マイカル東北が運営していた有料店舗は経営破綻直前にマイカルに移管された際にも、横手先は移管されなかった。 マイカルはイオンの支援によって経営再建が図られイオングループ入りしたことから同じグループ内のジャスコとサキが隣接して立地し競合していたため横手サキは食品売り場を廃止した上でマイカルが得意としていた医療品と子供用品に特化した売り場構成に転換することで住み分けて共存することになり2004年3月21日に ジャスコ横手南店は総合スーパー業態から食品や住居用品を主体とするスーパーセンター業態へと転換。店名をイオンスーパーセンター横手南店に改め新装開店。直営売り場は1階に集約2階はすべて専門店としファッション関連の専門店も出店している。秋田県内及び東北地方のイオンスーパーセンターとしては 五条目店に次いで二店舗目、イオン株式会社ウニエのスーパーセンター業態としては四店舗目であった。2005年11月にイオンスーパーセンター株式会社発足に伴い、店舗はイオン株式会社から同社に移管された。マックスバルのマークのあるビルが、旧五交通ビル1977年にジャスコと、宇ご交通は、同社が本社跡地に建設した5階建てのテマントビルである。 ウゴ交通ビルと20年間の賃貸契約を結び、ドービルの各店舗として、ジャスコ横手店が開業した。その後、1993年6月に、ジャスコが横手インターチェンジ付近に新設するショッピングセンターの計画書を横手商工会議所に提出し、ウゴ交通との賃貸契約が終了する1997年に、ドービルからジャスコ横手店を撤退する意向を示した。 しかし、横手市や消費者団体等の要請を受け、1998年10月のジャスコ横手南店オープン後も、ジャスコ横手店は売り場面積を3階部分まで減らし営業は継続した。同店は2001年8月20日をもって閉店したが、イオンはグループ企業のマックスバリュー東北が同ビル1階部分に出店することによって営業は継承することとし、 同年8月29日にマックスバリュー横手駅前店が開業した。全国的な例に漏れず、横手駅前においても空き店舗や空きビルが目立ってきたことから活性化策として再開発計画が策定され、その中核となる横手駅東口第一地区第一種市街地再開発事業の推進に伴い新築移転した平川総合病院跡地と交通ビルなどは、 解体が決定したため、2005年12月にマックスバリュー横手駅前店は閉店した。再開発区域は、横手イーストと名付けられ、3階建ての介護付き有料老人ホーム、11階建ての分譲マンション、横手バスターミナル、公共施設、商業施設、北斗銀行横手駅前支店等が整備された。 ジャスコ横手店は全国のジャスコで初めてお客様受けた回りカードを公開した店舗である。また、横手市はジャスコ株式会社秋田事業部が最初に置かれた地であり、マックスバリュー東北の前身の一社であるウゴショッピングやウゴジャスコの本社の所在地でもあった。テナントは公式サイトを参照。バス社イオン横手店と当店の間を通る指導場に停留所が設けられている。 ジャスコ横手店に関するカテゴリー、ありがとうございます。